潟デザイン専門学校グラフィックデザイン科2年生の藤井美和です。今回私は学生をターゲットにした和菓子、我々和菓子について紹介いたします。和菓子はとても美味しいスイーツです。しかし10代から20代による和菓子離れが顕著に現れています。その理由として、値段が高い、格式が高い、かしこまっている、または見た目が地味といった点から、和菓子よりもケーキやドーナツといった洋菓子の方を好んで食べるといった声が多く挙げられていました。そこで今回私はその和菓子の渋いイメージを書いて、学生さんや若い人に SNS に発信したくなるような和菓子にして、その和菓子にもっと気軽に手に取って食べてほしいという思いから、この我々和菓子を企画しました。我々和菓子とは、まだ見ぬ和菓子の魅力と宇宙を掛け合わせた未知なる和菓子をテーマにして、思わずなんだこれと振り返るインパクトと可愛らしさを取り入れたシリーズものの和菓子です。和菓子の形が UFO や隕石、ロケットなど様々な色や形をしていますので、食べる前に眺めたり写真を撮ったりして楽しみながらお召し上がることができます。パッケージはこの特徴ある形の和菓子がはっきり見えるようにと、中身が見えるものにしました。色はシルバーとクリアな感じにして宇宙っぽさを出してシンプルにしつつ、黄色の商品ロゴとカラフルな和菓子のキャラクターマークがアクセントになっています。ターゲットが学生ということから、スマホやタブレットで見れる特設サイトや SNS でのキャンペーン企画の開催といった他にも、動画やアプリなどの中で流れる15秒程度のアニメーションを使った CM や、オリジナルグッズの販売といったことも力を入れています。最後にこの商品をきっかけに、和菓子をもっと楽しく美味しく食べて、日々のおやつとして気軽に和菓子を食べていただけたらなと思います。以上で作品の説明を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。